どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月8日の試合前なんですけれども、タイガースは今日から交流戦最後の1週間、ファイターズ、イーグルス、それぞれ3連戦を迎えていくという流れなんですが、やはりこれから大事になってくるのは中継ぎ陣の整備。朝の動画でもお話しましたが、今日は2軍から小川投手、エドワーズ投手が昇格をしてくる予定なんですけれども、その中でもやはりこの勝利の方程式が大事になってくる中で、福原ピッチングコーチが藤浪投手を8回の男に任命する可能性が出てきたっていうね、まあ、その内容についてお話をされたということで、まあ、今回の動画では首脳陣がこの藤浪投手を今後どのように起用していこうと考えているのか、そして僕の中でそれぞれ中継ぎ陣現在9人いる計算になるんですけれども、どういう役割を与えられそうなのかっていうね、まあ、それぞれの役割というのは非常に大事になってくる中で、この辺についても深掘りをしてお話をしていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、まずこの1軍の中継ぎ陣についてお話をしていく前に、今日8日の2軍の広島戦のね、メンバーというところ、そしてどんな試合なのかっていうところをざっくりとお話をしていきたいなと思うんですけれども、まあ今日ね、1本目のところでもお話をしたんですが、野手で言うとヨーカー選手が2軍降格と、まあ打席数を与えていくという意味合いがね、非常に強い降格なのかなというところなんですが、まずメンバーは1番センター島田選手、2番セカンド糸原選手、3番レフトロハス選手、4番 DH でヨーカー選手、5番ファースト中谷選手、6番サード板山選手、7番ライト高山選手、8番キャッチャー長坂選手、9番ショート高寺選手で、ピッチャーが牧投手ということで、まあこう2軍もね、先発かなり厳しい状況の中で、まあ牧投手が緊急でね、先発をしていくっていう登板も増えているわけなんですけれども、まあその中でもね、やっぱりこう注目度が高いのは糸原選手だと思うんですが、今日もしっかりヒットを打って、それがタイムリーヒットと、まあ復帰後初の、まあ敵地だっていうところでね、まあ同点に持っていくタイムリーヒットということで、これで3試合連続ヒットなんですね。なのでもう糸原選手に関しては問題なしかなと。で、今日の試合に関しても、まあ最後まで試合に出ているので、まあそれらを考えていった時に、もう登録っていうのはね、もう一軍がどのタイミングで呼ぶのかっていうところになってくると思うんですけれども、まあこの糸原選手の復帰時期っていうのはね、しっかりとこう見定めていきたいところですし、まあ、ルファス選手もね、今日ヒット1本打ってたり、まあ、ヨーカー選手がどれだけね、また2軍で状態を上げていけるのかっていうところも、まあ、非常にこの2軍戦というのはね、注目度が今後も高くなっていくんじゃないかなと個人的には思っております。で、この一軍のね、中継ぎ陣というところ、お話をしていきたいんですが、まず藤浪投手についてお話をしていく前に、まあ、それぞれの中継ぎ陣がどんなね、こう、仕事場を今後与えられていきそうなのか、まあ、いろいろとガンケル投手がまた登録されたりとかするとね、エドワーズ投手を抹消しなければいけなかったりと、まあ、中継ぎのこの入れ替えというのはかなり多くなってくるとは思うんですけれども、まずそれぞれのね、役割というところを見ていきたいんですが、まず今日昇格をする予定の小川投手ね、まあ、小川投手はこう、二軍でも先発をやりながらっていう投手ではあるんですけど、けれども、まあ、基本的には中継ぎとしてこの1軍に上がってきたと。で、理想形で言うとやっぱり小林投手が務めていたような、まあ、2、3点差のね、こうビハインドの場面、まあ、個人的にはその敗戦処理っていう言葉は好きではないので、まあ、こう勝利に繋いでいくようなね、まあ、役割をぜひとも小川投手には期待したいところなんですけれども、まあ、ストレートもね、いい時っていうのは150キロを全然超えてきますし、で、やっぱ落ちるね、ボールの精度っていうのが落差というのが非常にあるピッチャーなので、で、それに加えてカーブっていうね、まあ、こう先発をやっていく上で球種のバリエーションというのも増やしながらっていうところが、まあ、中継ぎにも生きてきてくれたらなというところで、まあ、小林投手が担っていた、まあ、ビハインドの場面での登板というところで、そこで結果を出して、まあ、さらに上がっていくという流れが一つね、理想になるんじゃないかなと個人的には思います。で、エドワーズ投手ね。まあ、エドワーズ投手も同じタイミングで上がってきたんですけれども、まあ、理想は勝ちパターンですよね。ただま、いきなりすぐに、まあ、1点差、2点差のリードの場面で投げれるかって言われると、まあ、前回の抹消理由がちょっとフォアボールが絡んだり、そしてホームラン打たれたりっていうところだったので、まあ、2軍ではセーブをある程度こう、痺れる場面では投げてるんですけれども、まあ、それでもまずは、こう、勝利に繋いでいくような形で投げていくというのが、まあ、流れになるんじゃないかなと。まあ、理想はもうすぐにでもね、1試合、2試合良ければ、まあ、リードの場面で投げてくれたら、っていうポテンシャルとね、経験は持ってるピッチャーなので、まあそういったところを小川投手、エドワーズ投手、今回上がってくるこの二人に関しては、期待したいなと個人的には思ってて。で、石井投手ね。まあ、石井投手に関しても、まあ、上がってきてこれで4試合無失点ということで、まあ、やっぱこう開幕序盤ね、こう一軍のメンバーにいて悔しい思いというのも石井投手したと思うんですが、まあ、そこからね、こうピンチというのはありながら、まあ、仲間の守備にも助けられながら無失点できているので、まずはこういうビハインドの場面で実戦をどんどん積んでいって、自信をつけていくと。で、自分のストレートが通用するんだと。まあ、変化球、特にシンカーね、非常にいい変化量を持ってるピッチャーですけれども、まあ、こういうボールが通用するんだというのをガンガン経験を積ませて、まあ、来年とかにはね、
ね、もうガンガン勝利の方程式に入ってきてくれるようなピッチャーになれば理想かなということで、まあこういうね、ちょっと点差が離れる試合というのも今後はもしかしたらあるかもしれませんので、まあそういうところでイニングを食っていきながら自信をつけていくという流れになるんじゃないかなと。で、左で言うと、及川投手ね。まあ、及川投手は本当に投げてるボールは非常にいいんですけれども、やっぱりこう、ホークス戦ね、甲斐選手が絶好調だったっていうところで、まあ、ホームラン打たれたりっていうところもあったんですが、まあ、この及川投手に関しても、まずは石井投手と同じく、まあ、点差が離れてる場面であったり、そういうところで投げていきながら、で、先発のね、可能性ももしかしたらあるんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ、ガンケル投手がもし、こう、上がってこれないということであれば、まあ、下から岩田投手を持ってくるっていう可能性もあるわけなんですが、まあ、及川投手を試しながらっていうのも、将来的なことを考えるとね、まあ、西純也投手を試してるっていうところもあるので、まあ、その可能性も含めていきながら、まずこの4人というのが基本的にはね、まあちょっと点差が離れた時とかに投げていくっていう風な立ち合いになっていくんじゃないかなと個人的には思います。で、次ね、こう勝利の中で、まあある程度こう方程式に入ってきそうなピッチャーね。まず馬場投手ですけれども、まあ馬場投手に関しては、まあ6回、7回のリード時っていうところもそうなんですが、まあ例えば1点差で負けてる場面とかね、もう次絶対ここ打たれたらもう試合が消してしまうというような、まあビハインド時でもこの馬場投手は来る可能性はあるんじゃないかなと思ってますね。まあある程度こうイニングを食えるピッチャーなので、まあピッチャーがね、こう序盤で先発ピッチャーが打たれたりとかなってくると、まあ、今までは馬場投手を使っていたんですけれども、まあ、その時はやっぱりね、岩貞投手も岩崎投手がバリバリっていうところだったんで、まあ、そういう起用法もできたんですけれども、なかなかそういうところはね、若いピッチャー、まあ、石井投手だったり及川投手が積んでいく流れの中で、馬場投手はもうある程度こうリードした緊迫の場面ね、投げてもらうということが多くなると思うんですけど、まあそういうところにも期待しながら。で、斉藤投手もね、同じような一夜になるんじゃないかなと思ってて、まあ同じタイミングで上がってきた石井投手、及川投手、斉藤投手。まあこの3人の中で、まあ誰がね、ある程度勝利の中で投げれるかと言われると、まあ斉藤投手になるんじゃないかなと。フォアボールで大崩れっていうところもあんまりなさそうですし、まあ9位っていうのがあるんでね、まあ三振を奪える可能性もその中では高いのかなということで、まあ理想形は7回とか投げてくれたらいいのかなと。で、岩貞投手ね。まあこの岩貞投手も左で、まあ斉藤投手と対をなすような形でね、右左で投げてくれたらなというところですね。まあ今現状中継ぎね9人いる計算なんですが、左は2人なんでね、もうやっぱりこの左ピッチャーを下に落としてっていうことはできないので、まあ、及川投手がね、まだ若いということを考えると、まあ、岩崎投手が帰ってくるまでは少なくともね、絶対この岩貞投手はもう視線でやってもらわなければいけないピッチャーですから、まあ、7回はこの斉藤投手、岩貞投手という計算をしていきたいんじゃないかなと思っていて、で、この8回ですね、まあ、こう、スワレス投手に繋ぐのがもう一番の役割になってくる中で、まあ、福原ピッチングコーチがね、この藤波投手に関しては8回で投げる可能性があるということをお話ししたんですけれども、まだ勝ちパターンで決まっているわけではないんだけれども、と前置きのしながら、出ている場面や厳しい展開で投げることも今後は出てくる可能性もある。どんな場面でも慎太郎らしい投球を期待したいですねっていうコメントを出していて、まあ、前回ね、藤波投手、まあ、ちょっとびっくりでしたけれどもね、岩崎投手と交代で上がってきて、まあ、4回いきなりホークス戦で登板と、まあ、あの時は5点リードの9回だったんで、まあ、一応その勝ち星がね、まあ、そのつくであろうという、まあ、勝利の流れで投げるというところだったんですが、まあ、今後はもう厳しい場面でも投げていくよと。で、前回の登板も最速157キロですからね、まあ、ある程度まだね、ちょっとそのボールにばらつきっていうのはありましたけれども、まあ、それはもともとね、藤波投手の一つの武器ではありますし、まあ、それを活かしながらね、まあ、先発でもなかなかこう、今シーズンは158とかっていう計測も出てなかったので、まあ1イニングというところに絞ればこれぐらいの球速は出るよっていうのは出してくれましたよね。で、昨シーズンもね、中継ぎで言うと13試合に投げて防御率が 2.35 と、まあ、やっぱりこう後ろで投げると安定していたんですよね。ただまあ今回のね、この交流戦に関しては、ここまで救援防御率が 4.95 ということで、まあこれじゃあちょっとなかなかね、後ろ安定して戦えるかと言われたら厳しい中で、まあこの藤波投手がね、後ろのその勝ちパターンのところで入ってくれたら非常に大きいと。まあ福原ピッチングコーチはコメントで、イニングの先頭を抑えることを特に意識してほしい。あとは自分の持っているボールを信じて投げ込んでいくことが大事なのかなと思いますっていうね。まあ藤波投手もね、現状与えられた仕事で結果を出したいというコメントを出しているので、まあここはなんとか意気に感じながら、しっかりとプレーしてほしいなというところですよね。まあ実際のところね、この藤波投手がある程度、もうゾーンはね、こうアバウトながらもこの155キロを超えてくるボールと、まあ落ちていくボールですよね。まあ、その球速でも150キロ出てましたから、やっぱりこの二人を、この二つを武器にしながら、なんとかこうスワレス投手にもう死に物狂いでね、もうピッチャー中継ぎ陣が繋いで最後はもうスワレス投手に締めてもらうと。まあ最後のね、スワレス投手がもう逆転をされたらもう仕方ないっていう風な、まあ、割り切れる状況ではあると思うので、まあそこでね、ちょっとまあ息絶えてしまうというか、そこで試合が消してしまうと、あスワレス投手も出せずに、あーと
というふうな展開がちょっと続いたりしているので、まあ、そこをなんとかしのぐためにね、まあ、この藤浪投手の8回起用というところは、まあ、可能性は非常に高くなってくるんじゃないかなということで、まあ、今日からファイターズ3連戦、まあ、非常にね、こう、しつこいバッターいますから、ファイターズもね、いやらしいバッターたくさんいるので、まあそういう藤浪投手の牛耳るピッチングっていうのがね、まあ1点差2点差の痺れる場面で見れたら理想かなと。やっぱりこう球場の雰囲気をガラッとね、変えてくれるピッチャーですから、まあそういう役割にも期待しながら見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者6800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者6900人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホー、ありがとうございました。藤浪投手は球場の雰囲気を変える力を持ってます。この力を武器に痺れる場面で投げる藤浪投手が見たいです。ではまた。